5年生男子軽量級優勝、そして最優秀選手周南市長賞を受賞された中村悟選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。ちょっと嬉しいですちょっとなの？はい今日の試合はいかがでしたか？全部一本勝ちできたので良かったです。一本勝ち、自信がありましたか？はい。もう狙ってた？はい。得意技は何ですか？袖釣り込み腰です。今日は出せましたか？はい。普段は練習は週に何回ぐらいしてるんですか？5回、週に5回やります。週に5回。お休みあんまりないんだね。たまにその5回のうちたまにあります。練習は大変ですか？はい。どんな練習が一番きついですか？ランドリーです。ランドリー何回ぐらいやるの？時には結構やってん。柔道は好きですか？はい。好き？はい。どんなところが好きですか？一本で投げたら気持ちいい感じ。今日はじゃあ気持ちよかったね。はい。試合前にお父さんお母さんになんて声かけられました？全部一本勝ちをしろと言いました。試合終わってお父さんお母さんになんて言いました？約束通りできたと言います。では最後に将来の夢は？オリンピック選手です。頑張ってくださいね。はい。続いてお母さんにお聞きします。はい。一番近くで試合ご覧になってていかがでしたか？はい、そうですね、いつもこう指導とかで勝ったりとかっていうのが多かったので、今回こう一本が取れたことと、あと自分の柔道ができたことがとても良かったと思います。約束通り、はい、一本取りました。そうですね、今日はちょっと足の動きも良かったので、いつもこう技に関して執着のある柔道をしてたんですけれども、今日はいろんな技が出せたのと、本人の気持ちが朝から勝つぞと言って出ていったので良かったと思います。普段からお母さんはどんなことを心がけてらっしゃるんですか？手を抜かないことですね。どの試合に対しても全力でやってもらえればいいなと思って、そういうことを心がけて声かけをしたりしているので、たまにも怒ったりもしますけども。これからどんな風に頑張ってほしいですか？柔道、自分に負けない子になってほしいことと、柔道では必ず一本が取れる、そういう選手になってもらいたいと思います。強いけど笑顔が可愛いですねそうですね、三男坊なんで結構その辺はそつなくこなすので将来どんな風になってほしいですか？そうですね、もう本当に嘘つかない、本当に人に迷惑をかけない子になってくれればいいと思いますそしてオリンピック選手の母になりたいですね。なりたいですね本当におめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。